小山、まっ返る、得意の右から投げる、琴美月、右を取った、一枚回しが少し伸びる、琴美月、体を密着させる、左四つの体勢、パスク投げに行きました、琴美月、半身の形の無双山。左四つ、右の中の足は一枚回しを取りました琴美月です。動きが止まりました。この位置を取りました。左が下手、ここからどう攻める両者、攻めたいのは琴美月です。これね、はい、ちょっと今のまんまではこれ攻められないと思うんですよね、どうしましょう。上手を切ろうとしました。まあ、しかし無理でも攻めなきゃいかんね、これね。相手が左に下取ってませんしね。はい、チャンスですよね。できれば頭つけたいかな。まもなく1分10秒になります。右から出すとか、まあ、ちょっと出すのは難しいかもしれませんね。これは難しいでしょうかね。冬に投げるとね、ガッとついてこられますからね。はい、そこを待っている可能性もありますね。それを待ってますね。まもなく1分30秒、長い相撲に変わってきました。相手の左の差し手を右から絞る形の無双山、右の回し、上手回しを1枚回したら回しを持ち替えました琴美月。動かなくなりました。ちょうど2分経過。さあ先に仕掛けるのは武双山だ。上手をじっくり取って捉えている、おっと胸がちょっと合ってきた。これ左の下手取りましたからね、そうですね。武双山も武双山左の下手を取って右からは抱える形。武双山の回しの少し緩んできています。まもなく2分30秒になろうとしています。右の上手、この位置はどうでしょうか。いいとこ取ってると思いますよ。いいとこですね、ただ上手は十分じゃないですよね。そうですね、差したいんですよね。差したいんですよね、本来は。それだけに長い相撲になっています。長い相撲になってきましたよ。これは長くなるね、これね。サンナのお客様からも大歓声。これは武双山からは仕掛けられないでしょうね。3分、武双山がちょっと仕掛けた。下手投げに行きました武双山。3分をすでに過ぎています。動きがまた止まりました。ちょっと意識の状態が起きてきたのは疲れてきましたかね。ちょっとそうですね、顎が若干上がってきた感じもあります。ここで2度3度と仕掛けたのは武双山です。ちょうど3分40秒過ぎました。まもなく4分になろうというところ。時計係の出来山審判の方向に庄三郎が少し目を向けました。長い相撲に変わってきました。ちょうど4分。これは攻め手がないですね。これ水かな、どうするでしょうか。出来山審判がまだ時計を見る動きはありません。時計を今ちらっと見たか。あ、見ました。止めるか。そのまま右からし、じりじりとね、攻めるのもあるんですがね。出る出る、右から起こしながら出ようとしている。下手は取ってますね、下手ですね。武双山ね、右の上手を取っているのが琴美月。長い相撲になってきました。まだ水入りにはならないんだろうでしょうか。出来山審判が先ほどしらっと時計を見ました。もう一度見ます。木村庄三郎が
出来山審判の方向に再び視線を向けました。そして正面の審判長の九重審判にも少し視線を向けた。改めて見る。さあどうするか。5分10秒を過ぎました。あそこで止めた。水入りです。先場所3日目琴ノ若と高藤力戦で水入りがありました。それ以来の水入り。両者ともに力が入りました。どうでしょうね、琴ノ若の右の上手を取っていた手もじゃないでしょうか。あ、これはあの両方ともしびれてるんじゃないですかね。5分13秒で勝負を止めました。水入りです。何度もこの勝機あったんですがね、逃しましたね。この後登場する海洋、そしてこちらは高野若ですね。回しを締め直しています。どうでしょう、琴美月はまだ若いですからね。このぐらいでは。そうですよ、琴美月は稽古もね十分ですしね、はい、スタミナがあるはずですね。むしろ武双山ですか。そうでもないですか。まあ、武双山はどちらかというと豆の体勢に入ってましたからね、力はそんなに使い果たしてはいないと思いますよ。そうですね。5分13秒経過したところで庄三郎が両者を止めました。水入りになりました。さあここで足の位置を確認します。正面の九重審判長からの指示を受けながら先ほどと同じ足の構え、そしてもちろん差しでも同じ状態を作ります。左を差して右の上手を取る琴美月。武双山は左の下手を取って右は抱える格好でした。この形ですね。まあこれはね完全に元通りにはならんと思いますがね。回しも直してますからね、さあ勝負再開です。水入りの大相撲になりました。もう一度細かい確認をしています。んと、ここで両者もう一度離れてしまいました。下の映像です。これが水入りに入る直前の。全然違う。そうですね、こうしていますと違いますね。少しこれで近づきましたか。左足側も押し切り線のこっちでありますからね。あ、なるほど、そうですね。じゃあ足跡をちゃんとね確認しとかんと。5人の勝負審判それぞれにちょっと声をかけながら庄三郎が足の位置などを確かめているところです。少し戸惑っています。さあ勝負再開。左四つ右の上手を取った琴美月、やや左半身の体勢でこらえている武双山は動きません。琴美月も勝負に出るところでしょう。これね、ここは勝負どころですね。しまいました。竹縄さん、これ動けませんか。そうですよね、かなりねこの武双山守りに入ってますんでね。そうですね、守りの左半身の武双山。まあ琴美月はね、もう一つこう頭を低くして出たいところですよね。そうですね、まあどっちかって言ったらもう琴美月が出る仕掛けるしかないですよね。そうですね、武双山は守るの姿勢ですからね。そうですね、左の武双山の左の肩がね、ガッターの琴美月の胸に当てがってますからね、これは出れないんですよね、きっとね。なるほどね、それが邪魔になってですね。まもなく6分20秒になります。取り組みの勝利の時間はまもなく6分30秒。これね、見てる方は2人とも休んでるんじゃないかと思いがちですよ。これ大変なんですよね、駆け引きが。駆け引きね、心理的にこれね、相手のこの呼吸というんですか、息遣いで分かるんでしょうね。そうなんです、ピクッと体が動きますからね、何かこう
にはまってしまったように両者全く動かなくなってしまいました。どちらが先に仕掛けるかですが、7分を過ぎました。まもなく7分10秒になろうとしています。先ほどから組み手は変わりません。よくこういう場面で先に仕掛けた方が不利になることもありますよね。そうなんですがね、この体勢はどっちにしたって武蔵山から攻めることはできませんよね。なるほど。武蔵山としては相手が出てくるのを待つしかないんですね。そうです。どう下手投げ打つとかね、確かに左の下手一本で捉えている武蔵山。7分45秒です。武蔵山の額から大粒の汗。ここは捉える武蔵山。8分経過、館内再び湧いてきた。琴美月も汗が目に入ります。開会してちょうど3分経過。今年の春場所3日目の琴ノ若高藤力戦は通算8分20秒の水入りの相撲でした。そのタイムをすでに超えています。8分30秒になりました。するでしょうね。動かなくなってしまいました。取り組み再開も3分半が過ぎているわけですが、どうなんでしょうか。再度水入りということもありますでしょうかね。そうなるんじゃないですかね。そうなるでしょうか。この画面の左の土俵下、時計係審判出来山審判が座っていますが、まだ時計は気にしていません。ちょっと宮田審判の方向に話を一言声をかけました。そして宮田審判がうなずいた。うなずいた。ここで再び止まる。再び止まりました。9分16秒で再び勝負を止めました。あの体勢から一歩も動かなかったですね。全く動きませんでした。先ほどの最初の水入りの時とどうでしょうかね。疲労度はかなり違いますか。ほとんど動いていませんが、神経的には参ってるんでしょうね。かなりね、攻めたい気持ちはあるんでしょうがね。水木もどうにもならんでしょうね。そうですね。ここまでの通算のタイムが9分16秒です。これまでの記録を見てみますと、先ほどからご紹介している春場所3日目の琴ノ若高藤力戦が8分20秒、その前去年の九州場所9日目やはり琴美月が北桜と対戦しているんですが、その時は7分49秒という水入りの相撲でしたが、これはどうするんでしょう。2番を取り直しですか。5人の勝負審判が競技に入りました。小柄な木村翔三郎を挟んで競技です。どのような対応になるのでしょうか。2番を取り直しと言いますと、最近の例と言いますと少し前ですが、53年春場所7日目に西の4枚目の海傑と大関の旭国が対戦して、対決が勝った相撲でしたが、全部で10分23秒という相撲も記録に残っています。これはね、私審判に入ってましたけどね、すごい相撲だったんですよ。そうですか。両者もっと攻防がありましたしね、こうヘトヘトだったんですよ。へたり込んだんですよね。なるほどね。この時はですね、結びの一番後およそ10分後に取り直して決着がついたという記録があります。解決が勝ったと思います。食い投げ、その時は10分23秒でした。今すでに9分16秒経過しています。ここで九重審判長から館内のお客様に説明です。説明いたします。 2回目の水が入りましたので、本来ならば2番号を取り直し、
ですけれども、一番後の取りなしに決定いたします。動いてないからね。そうですね、お聞きのように本来ならば2番の取り直しですが、取り直しの1番、時間です。そして争い、上手を取った、振ります今度は下手に変わっている。外見つき、得意の下手を取っている。左の前回しを取ったら抜く差しで、厳しい攻め両者、厳しく攻める、外見つき、いいところだ、拝む格好。右の前回し、いい位置を取りましたが、回しが伸びてきた。外見つき、寄っていく、寄り切りました。長い長い相撲に